ここの3本は静岡県のみずちゃんさんとのバナナ内交換で得た P さんアワックとアメリカ人たちが言っているバナナ苗ですが、この親株がですね、放っておけば年内に出来するのは確実だと見ていたんですが、ここは無加温であれ温室じゃなく露天露地ですから、まあこんな竹林だったところをバナナ畑にコツコツ変換してきた場所なんですが、それで一か八かカットバックして来年の4月ぐらいに出来するのを遅らせることはできないだろうかと思ってカットバックしたんですが、カットバックの時期が遅すぎてこのように出来開花が始まってしまったわけなんですね。これは食べられるところまでいかないかもしれないので、その場合にはこの小株ですね、これを大きくして、あと他にも小株は出てくるだろうと思いますんでね、次の世代に委ねるようにするより他ないですね。神奈川県の南部の方の方でしたかね、ムサドワーフナンは、まあ12月に、一昨年の12月に出来開花して、そうして本年の6月の結実状態の写真をオークションに出しておられましたが、私も沖縄に行った当初、旧那覇バナナ園さんからですね、マッサンバナナの苗を購入して、そうしてあれは7月じゃない4月か5月に植え付けて、そして翌年の1月に出来しているのに気づいたんですね。そして待ちに待って6月から7月にかけて収穫したんですね。沖縄ですと露天露地でそういうことが起きるわけですが、ここは和歌山県の露天露地ですので霜はほとんど降りないんですが、たまに降雪がありますので、結実している樫の皮、花皮ですね、に雪がかぶさりますと、花皮は数日から1週間以内には黒くなってしまって、熟さなくなるんですね。その雪を避けることができれば、もしかしたら適切な時期に収穫できるのかもしれませんが、家の畑では雪をかぶって花皮が真っ黒になった株を何株も見てきていますので、雪とバナナの結実の熟成は、まあ、
ほとんど勝ち合ってしまうと難しいんですね。まあ雪がたくさん降った年があって、外国の方から収穫につながるのかと聞かれたので、ほとんどはダメになると回答したことがあったんですがね。まあ露天露地は楽な面もあれば不都合な点もあるということで、まあそれはやむを得ない、やむを得ないことですね。まあ温室ハウスを作るお金があったにしても私は作らないだろうと思うんです。温暖化に寄与して地球が階級、海の惑星になって人類滅亡が早まるのをみすみす手伝おうとは思いませんのでね。まあ無加温ハウスなら温暖化への費用は非常に少ないと思いますので、どうこう言いませんが、まあ露天露地ならバナナの収穫に結びつくかどうかは別にして、このように緑いっぱいであれば二酸化炭素の吸収に大いに貢献してくれますから、私としてはまあ雑木の小山があったり竹林があったり、そうしてバナナもたくさん割っているという状況は、なるべく地球環境を危機から救うのにごくごくわずかでも寄与するということで、まあそういう意味ではバナナ栽培を含めて、まあ安心できるノーアル洋画生活なんですけれどもね。まあ自分が儲かるためにオイルをたくさん使って二酸化炭素問題、温暖化問題を促進するというのは、結局はそういう方たちの子孫、子供、孫、ひ孫の時代には人類の存続が甚だ困難になってしまっているということなんですね。おそらくどんなお金儲けをしたい人たちでもね、自分の子供、孫、ひ孫という自分の子孫たちが住むべき陸地が非常に少なくなって、ほとんど海上暮らしとか、まあ私がちょっと考えている海中と空中を自由に行き来できるドローン住居ですね、そういうような不都合な環境でしか短い生涯でも送ることができないということを、もし温暖化現象の原因とかね、その対策の非常な遅れなどをなどについて考察してみるなら、自分がしていることで人類の滅亡を早めることを一生懸命やってお金を稼いでるんだという理解、自覚を得られるのではないかと思うんですがね。でもそうはなってないんですね、残念ながらね。だからトロピカル
果樹栽培になんでかんで温室農業温室ハウスを利用するというのは私はいかがなものかと思いますね。